はい、というわけでね、今回はこのパイですね、いただきます。カリッとしててなかなかいい。で、これ多分マシュマロではなかったと思うんだけど、あ、マシュマロじゃないね。一瞬マシュマロかと思ったんだけど、これバナナだね。パイにバナナを入れて切ったやつをね、で焼き上げたのかなっていう感じです。でも味は悪くはない。で、結構いける味で、面白いですね、まろやかさと。美味しさがあって。なので、なかなかのクリーミーさとね、美味しさがあっていいなっていう感じでね。結構ね、いいよ、これ。それね、さすがにちょっと一瞬びっくりしたけどね、きのこ入れてんのかなと思ったけど、さすがにそんなぐらいだと思ったけど、まあ、なかなかね、パイの感じが当たってて、まあもう、冬に入りましたからね、なかなかいいなと。やっぱパイ屋っていうのもね、これやっぱり季節ごとにちゃんと売れる商品というのをしっかりと把握しててね、で、それのものをこう、試作したりしながらも、常に新しい商品を作っていくっていうところが、いいなというところですね。どうもありがとうございました。